こんにちは、サトチンです。今回は1回200円のビッグサイズ列車コレクションを5回やってきたので開けていきます。過去に特急ジャーや仮面ライダーガイムの武器の紹介はしました。しかし今回は列車ということで、どんな感じになっているのか。ラインナップはレッド列車、ブルー列車、イエロー列車、グリーン列車、ピンク列車、クライナー、シュバルツ専用クライナーとなってます。敵の列車が入ってたということで、敵の欲しいですね。この黒い列車を狙って開けていきましょう。まずはピンクのカプセルから。デレッセッセデン、でかい、でかいし、これピンクいのが6番クライナー出ました。2個目のピンク、これも1つ目と一緒かな。2個目もクライナー、でかい。3つ目、緑を開けていきます。これは青いのが見えちゃってますね。列車が参ります。ブルー、ブルー列車、かっこいい。そしてやっぱりでかい、200円でこのボリューム。次に黄色いカプセル、4つ目、黄色いカプセルはレッド列車、夢のイマジネーション、レッド列車が出ました。いいっすね、やっぱレッド列車もいい。最後青いカプセル、5個目、テリステステテン、イエロー列車、裏はこんな感じ。あれ、膨らますところが穴開いてる。何これ、あれおかしい、あれ取れちゃったのかな。イエロー列車だけこれがないっす、ここの部分。マジか、マジか、落ちてないし、まさかのね、不良品が入ってたのかな。不良品が入ってました。これは膨らませない、悔しい。関係ない話ですが、ミオが週刊誌のグラビアに載ってましたね。まさか特急ジャーのキャラクターの人がグラビアに載ってるとはびっくりしました。それでは全部膨らましていきます。はい、膨らますとこんなにでかくなります。比較してみるとこんな感じ。いや、でかい、でかいっすね。これを明日甥っ子にあげたいと思います。喜んでくれるかな。それと大好きなイエロー列車、イエロー列車膨らませることができなかったら悔やみますね。それでは新商品ビッグサイズ列車コレクションの開封レビューを終わりたいと思います。それでは皆さん、また会いましょう。出発進行。